ロビン・フッドマン、この船で人を殺す。何が運ばれてきたこの船で。大いなる恐怖です。大いなる恐怖という言葉、どこかで聞いたことが。無数の赤い光が癒しの背後でうごめいていた。それが罪人の正体だ。記憶が昼に記号化して頭の中でうごめいて記憶を勝手に再生するんだ。自分が死ぬ記憶が再生される。ジャック、電話よ。誰からだ。ラズハイトとかなのか。須田剛一図、須田茶、アクト4。うん、誰だ。突然の電話恐れ入ります。ラグハントに所属しているドミニクです。実はどんな用件だ。窓の外を見てもらっていいですか。うん、ここです。ここ手を振ってるのが僕です。何の真似だ。いえ、ほんの少しお話がありまして、できれば直接面と向かって伝えたいことがありまして。それでまずは失礼かと思いましたが、まずは電話だろうと思い立ちまして、ここからかけているといった塩梅です。どこがいい。そうですね、じゃあ外に出てきていただいてもよろしいですか。手短に聞かせてくれ。はじめまして、ドミニク・ブラックヘッドです。ギブスン捜査官ですよね。手帳見してくれ。ええ、構いません。どうぞ。うん、確かに偽造だったら最高の出来だ。疑ってます。話は、ラグハントが慌ただしいことと関係があるのか。では率直に言いますけど、クリスティアン・ゲンズブールを引き渡してほしいんです。渡せ。彼を渡してどうなる。どうにも何にもなりません。ゲンズブールが消えるだけです。彼を売れと。そうです、それが得策ですよ。身のためか。ええ、あなたのためです。どうやってここを突き止めた。企業秘密です。あ、企業じゃないから役所秘密です。鼻が利くな、ラグハントは。匂いが嗅げない奴はすぐに死ぬんですよ。生き残るには人より早く動くことなんです。ラグハントじゃそんな獣みたいな輩しか残りません。お前も獣だな。いや、獣者か。いや、僕は小心者ですから生き残っているんです。やばかったらすぐに逃げますから。そうか、それなら信用できそうだ。奴はそっちに引き渡す。だが条件がある。大歓迎ですよ。どんな条件でも飲みますよ。だったら交渉成立だ。クリスはそっちに渡す。約束ですよ。もちろんだ。いいですよ、わかりました。じゃあ何を。1週間前から停泊しているロシアの不審船の積み荷は何だ。化け物のことですか。化け物。その話はタブーですよ。化け物の正体についてはラグハントでも情報が入手できてません。だから研究開発のため購入したんですよ。どこから入手したんだ。ロシアです。ロシアの民間企業です。ロシアが。ええ、40年前にロシアで、いや当時はロシアじゃなくソ連です。ソ連のカラエフ博士を中心とした研究チームのバイオロイド構造についての論文が発表されたんです。バイオロイド。ええ、バイオロイドという名の新種の生物とでも言いますか。ですが博士は発表直後に変死しました。死因は不明。その他の研究チーム8名全員は行方不明。
論文の存在は日の目を見ることなく消されました。まあ実はその論文は盗作されていたって噂もあって。積み荷の化け物がそのバイオロイドだと？そこまではっきりとは。しかし論文が14年前にブラックマーケットに出回り、ロシアの企業が買い付けたという噂がありました。論文に基づいて企業が作ったのか？この企業ホドロフスキー社って言うんですがね、まあいわゆるコングロマリットです。ウドムルト共和国にありまして、ここでの約2年間の行方不明者の数が200倍に跳ね上がっているんです。どういう意味か分かりますか？行方不明者がバイオロイドに関係している？ホドロフスキー社の社員から内部告発がありましてね、地元紙に売ったんですよ。バイオロイド研究の真相を克明に。しかしその衝撃的な内容が掲載された新聞は配達されることなく、その新聞に掲載されていたのは行方不明319人を惨殺した殺人鬼逮捕のニュースが一面だったんです。その殺人鬼こそがリークした社員だったんです。どういうことだ？制裁という名の隠蔽ですよ。リークの内容はとてもシンプルです。行方不明者はバイオロイドの能力開発のために殺されたと。無論都合できる死刑囚は全て使い切った後の苦肉の策です。それ現実の話なのか？ギブセン捜査官、我々の知る世界はまだ平和なんですよ。ですがね、我々の知らない世界にはこの世の地獄も存在するんです。平和の名のもとには分かりませんって。お互い様ですがね。ああちょっとすまない、目薬持ってないか？目薬ですか？去年からスノースギの花粉に敏感になって。ダメだ、目がチカチカする。辛そうですね。ちょっと待ってください。確かこの辺に。あ、悪いな、人を撃つのは好きじゃないが、お前ら邪魔だ。戦争坂、この体は最高です。こんなことがあっても死の恐れは皆無ですよ。高揚が収まらない、ときめきがほとばしる、ロマンティックが止まらない、うぅ青春を思い出す、有り余るエネルギーで満ち満ちていた日々を、ここに本質がありますね。脚本須田剛一、ジャンジャック・ギブスン、大塚明夫、リトル・ジョン、小島秀夫、ドミニク・ブラックヘッド、杉田智和、音楽山岡明、イラストキャラクターデザイン吉岡聡、演出村田修陽、企画プロデュース小島秀夫。このドラマはフィクションです。登場する団体、人物、スナッチャーは実在のものと一切関係ありません。